続きまして、じゃあどうぞ。私は秋元梢さんみたいに世界で活躍できるモデルになるのと、自分の服のブランドを作ることが目標です。僕今まで秋元梢さんやと思ってました。なるほどね。受けてて、手合わせるの嫌やな、途中でね、手合わせるの嫌やな。